いつ着替えた？何その服？桜 EX ツリー。行ったことないとこよね、今まで。ちょ、出れない。お、あっちや。あ、新たなマップってことか。おー、いいね、いいね。ん？この辺なんか、めっちゃ反応しよる。この車かっこいいだろ。やっぱり男は高級車に乗らないとね。と、大口叩いたのはいいけど、全財産を失った俺はどうすれば。マジでそんなことまでして高級車乗りたかった？なんか高級車に乗ってコンビニにおるっていうのも微妙な感じよね。お、ここか。またしても縦札だな。これは、謎の縦札を見つけた。さあ、どうだ？理不尽なわがままにみんな迷惑。あんた早く正解しなさい。わからんわ。ん？理不尽？理不尽。でも理不尽多分 USA の方やったんよね。ということで、まあ、よし。多分理不尽だろうなとは思うけど。おー、すげえ。ねえ、なんか今ゆるキャラおったよ。桜エクセレントツリー。あ、いいね、かわいい。桜のマークがついとる。ねえ、今ゆるキャラどこい、ゆるキャラどこおった？桜エクセレントツリーのふもとかな。ふもとっていうんかな。ああ、いいね。こういうなんか新たな場所に来たらちょっとワクワクするね。ん、なんか今、ハテナが、どの辺、この辺か。間違えた。さあ、どこだ？また縦札とかやったりして。お、これや。動きよる、なんか。誰？疑心暗鬼を見つけた。おお。なぜこんなとこに。な、何笑ってんのお前。化けるの下手だって言いたいわけ？ち、今日は戦う気分じゃねえから、これでも持って帰れよ。スタミナもアルファを手に入れた。なんだなんだ、別に何も思ってないよ。ありがたいけど。桜エクセレントツリー噴水公園。おお、すげえ。んでさ、私はね、さっきのね、あの、ゆるキャラを見つけたいんだけど、いないんだな。くじ引き券を手に入れた。お、やったね。やっぱもうさっきのはおらんのか。残念だ。まあいいや。とりあえず桜エクセレントツリーへ向かえばよろしいのね。噴水公園。いいね、いいね。和むね、なんか。お、雲外鏡。起きて。起きて。見つけていただきありがとうございます。私の鏡の世界を通れば、遠いところにもひとっ飛びでございます。雲外鏡が目を覚ました。この場所にワープできるようになった。雲外鏡を使ってワープしますか？いやいや、いいよ。今私はこの中に入っていくところだから。よし。おー！え、中にいた。これだこれ、私がさっき見たやつ。エクセレントくん。エクセレント！それだけ。それだけ。誰か外に出て行った今。で何？どこ行けばいいの？あ、とりあえず乗れと。どこに行けって言った？あ、勝手に動いて行きよるわ。話せるの？え、無視。話してくれない。ん？あ、桜エクセレントツリーの展望台に行こう。ここか。おー、破れかぶれ委員長。なんということだ。どうして、どうしたんですか？何？おお、来てくれたか。とにかくそこの望遠鏡を覗いてくれ。望遠鏡？ほいほい。どこかで何かが起きそうな気がする。何？どうしたの？何？怖いよ。どこかで何あれ？何あれ？船？島？え？あれって、まさか。いやいや、そんなわけ。嘘。
怪獣？マジで？島じゃないの。こっちに向かってきよるよ。何これ？しかもなんか首3つもあるし。キングギドラやん。妖怪獣ガメゴス。妖怪なのか怪獣なのか。やだ、本当に会えるなんて。でも心の準備がまだっていうか。どうしよう。本当にモノホンド怪獣？危ないだに。いや、凄まじい妖気を感じるだに。あいつはきっと妖怪だに。そう。そして、私の友達だった実験動物妖怪たちだ。え、あのちっこい亀たち？私にはわかるんだ。よくわかんないけど、それ、かなりやばくないっすか？ああ、なってしまった以上、なんとかするしかない。そりゃね。そりゃそうだろうに。でもあんなでかいやつどうやって？とにかく下に降りてみよう。なんだなんだ、どうするんだあれ。てかみんなには見えてんのかあれ。見えてないよね。大騒ぎになってないもんね。あれどうすんの？この人もやっぱり、チラッとこっちを見るだけだ。この人も一緒に降りてくるんかな？うん、別にそういうわけでもない。全然違うおっさん降りてきたわ。最近エクセレント君にドハマりして、毎日のようにグッズを買いに来ちゃうんだ。展望台でグッズ販売されているから、君も見てみるといいよ。マジでグッズ売りオンや。いいね、いいね。で、あのバッカでかいのはなんだ？ブリー隊長なんでここに？特訓っすか？何？ブリー隊長にデカニャン。どうしてここにいるだに？トレーニングのためにここまで来たんでふ。オラッチもでかいでふが、あいつはバッカでかいでふね。もう規模が違うよ、規模が。あんなのに勝てっこないだに。デカニャンはダイエット失敗して、ロボットのプラモは返品され、実験動物妖怪も怪獣になって、もう踏んだり蹴ったりだに。んてよ、どうするんよ。おや？ん？待てよ。なんか謎が解けそうな予感。謎って何？謎、何か？物をでっかくするデカニャンに迫り来るでっかい怪獣妖怪。ん？デカニャンって物でっかくできるんやったっけ？そしてこのロボットのプラモ。え？もしや。マジで？そうか。三つの緊急入れが全部繋がったぞ。どういうことだに。デカニャン、このロボットのプラモをバカでっかくしちゃって。まさか、あのプラモを巨大化して怪獣と戦うつもりだに？そのまさかよ。夢を実現する気ね。YBX を巨大化して大怪獣妖怪と戦え。いけるの？あ、いつの間に破れかぶれ委員長。本当にあのプラモをばっかでかくしていいんですか？まあ、そうするしかないんだろうな。さあ、行ってこい！よし、デカニャン。あのプラモに全力でパワーを注ぎ込むんだ。バフーン。それじゃあ行くよ。バフーン。さあ来い。おお、すげえね。メラメラ燃える正義の心で。かっこいい。そこ文字にする必要あったんかな。おお、ちょうどみんなの特徴をちゃんと取り入れとる。いつの間にそういう言葉考えたんやろ。いつ着替えた？何その服。それよね。攻撃開始。さあ来い。どこだどこだ、どこから来る。お、やべえ、やべえ、やべえ。あ、怖い、怖い。今のは食らってない？大丈夫？よし。さあ、お！やばい、やばい、やばい。はい、パンチ。そして、ビーム。一応、影は見えとやね。あの真ん中のやつが必殺技のゲージ？オッケー、オッケー。どの辺？あの辺？なんか影っぽいのいっぱいあるんやけど。
よし、全部粉砕。さあ来い。お、来た来た来た。パーンチ。お、なんかめっちゃいい感じじゃね。これは攻撃を当てるごとに必殺技のゲージが溜まっていくんかな。ん？ただの時間経過かもしや。いや違うね、攻撃を当てるごとか。あ、やばいやばい、今食らったわ、微妙に。何を確認しよう、あれ、あ、レーダー、あれ、いや、なんかあるよね。あ、パンチパンチパンチ。あ、ちょっと早かった早かったね。今のもリズムゲームの容量か。どれ、あれあれだな。さあ来い。おー、あー、待って待って待って、おっしゃー、よかった恐ろしい。あ、来るよ来るよ来るよ、パンチだパンチ。さあ来い。あ、パンチじゃないわこれで。え、今のダメだったの？え、今のダメだったの？絶対いけてやろう。さあどうよ。お、遠くから。あー、なんかいっぱい飛んでくるいっぱい飛んでくる。待って待って、怖い怖い怖い。パンチじゃなくってパンチじゃなくって。あ、これはパンチじゃない、ほら。え、今ののダメなの？絶対今のいけたやろ。どのタイミングで押せばいいんだ。おー、来た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 、パンチ。おーし、必殺技ゲージが溜まった。向こう遠くの方で出た時にやればいいかな。多分なんか飛び跳ねる系な気が。ほらほら来た。で次もうちょっと来そうじゃない。回せ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 。あー、ダメか。チャージ完了。ダイナメラシンファイヤー。あ、これいつのタイミングでもいけるんやいつのタイミングでもいけるんや。撃破、やったね。めっちゃ危なかったやん、体力。かっこいい。カン。なんか勝手に終わったけど話。おー、みんなちっちゃく。ふぅ、熱い戦いだったにね。なんか放心状態じゃね。あゆな？ついに私、ロボットに乗っちゃったんだ。感激。生きててよかったそれにしてもあの怪獣、本当に実験動物妖怪たちだったんだね。あんなに巨大になったのはなぜ？わ、私のせいで。すまない、お前たち。にぎやかにぎやか。うう、許してくれるのか。操られとったとかじゃないよね、別に。ミーたちはそろそろ帰るなにか。だね。待ってくれ。びっくりするのはもう。ありがとう。君たちのおかげだ。なんとお礼を言ったらいいか。ま、当然なことですよ。探偵としてはね。英国紳士としてはねって言いそうなんだ。寂しくなる前に早いとこ実験動物妖怪たちとお別れするだによ。それなんだけどね。どうしただに？何？その、またこいつらと一緒に暮らしたいなと思って。ダメです。海に帰してきなさい。ヤックン絶対お世話しないでしょ。ヤックンって。いや、ヤックンって誰だに？まさか破れかぶれ院長のことだに？なんでそんな可愛い呼び方？ちゃんとお世話するもん。もんじゃねえよ。仕方ないわね。でもまた改造とか考えちゃダメだよ。さっきの改造やったん。うん、ありがとう。ちゃんと可愛がるよ。同じ妖怪やのに可愛がるっていうのは。付き合いきれないだに。まあまあ幸せそうだからさ。巨大ロボ、桜エクセレントツリーに現る。だってさ。あ、やっぱみんなに見えとったんやね。そりゃあんなのが現れたらニュースになるだに。向こうの妖怪は見えてなかったんかな。なんかヒーローになった気分。そういえば、あれから破れかぶれ院長たちは仲良く暮らしてるそうだによ。
じゃあヤックンの依頼はめでたしめでたしってことだよね。でもプラモは返却、デカニャンのダイエットも失敗。今回はいろいろと残念でしたね。そうなんだよね。このまま他の依頼もまるっと解決ってことにならないかな。お、誰か来た。ごめんください。お、おばさんやね。おや、お客さんかな。はいはーい。お、もしかしてあの活躍によって。あれ、プラモを返却されたお客さんじゃないですか。はい、そのお返ししたプラモデルなんですが、もう一度譲っていただけませんか。なんでもニュースで見たキドエロボに似てるとか言って急に欲しがり出して。だってあれだもの。まさかその巨大ラボに私たちが乗ってたとは思わないよね。どうかされましたか？あ、いえ。ではこちらお渡ししますね。もうちょっと乗ってしまったけど。YBX ダイナメラシンを手渡した。ありがとうございます。プラモの依頼も解決しちゃったね。あとは、デカニャンだな。ん？どうしたどうした？プリー隊長からだに。お、もしやスリムなデカニャンが。大ニュースだ。どうしたどうした？あのデカニャンが劇的に変わったぞ。デカ。いや、今はもう冬ニャンだったな。マジで？見たいんだけど何？写真添付できないの？見に行くしかないの？今はもう冬ニャン？ってことは、ダイエットに成功したの？え、あれから何したったの？でも新聞とかニュースになっとるぐらいやけん、次の日とかよね。え？何？でもこんな短期間だによ。嘘。普通はありえないけど、ワイザップなら。マジで？ワイザップならそんなに？ごくり。もしかして。それに、次々と依頼が解決されていくこの流れならもしかして。マジか。何？もしかするかも、谷。見たいんだけど。ねえ、見たいんだけど。お、来た。結果には個人差があります。今は今はててれててれっていう。おお、変わりすぎやろ。どうした、マントまでつけちゃって。結果的にコミットする。ワイザップ。かっけー。ガッツでコミットしたぜ。うわ、なんか声まで。かっけー。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。